ネネツ人の家族サモエード人、またはサモエードとは、ロシア連邦北部のツンドラ地帯に住み、サモエード諸語を話す先住民族の総称。人種的にはモンゴロイドに属する。その原住地については、ウラル山脈東部、アルタイ山脈付近異星、サヤン山脈などの説がある。言語学的には、ウラル語族、サモエード語派に属し、ウラルから、 ロシア北部を中心とするフィムゴルゴ派と関係がある。主に北極海に近いネネツ自治管区とノバヤゼムリア、ヤマロネネツ自治管区とタイミル自治管区に住む。その中でもネネツ人の人口が特に多く4万人ほどいるが、他の各民族は数十人から千人程度の規模とみられる。生活様式としてはトナカイ牧畜のほか、狩猟、漁狼がある。宗教は、生教。 古来のシャーマニズムなど。しかし、近年にロシア語で、サモとエイドの言葉の意味の組み合わせは、自己食べるものと連想され、つまり、人肉を食べる人という見方があった。そのために、サモエイドは、差別的、軽蔑的な意味を指し、20世紀に入り、この故障は使用されなくなり、代わりに人を意味する、ネネツが変わって故障されるようになった。 言語の違いから次のように分けられる。サモエード人は、ウラル系 Y 染色体、ハプログループ N が約9割の高頻度に見られる。特に N1A2 系統が高頻度である。ただし、セリクプ人は、ケット人に多い旧系統が67%も見られることから、かつては、エニセイ語族に属す言語を話していたと考えられる。 村上正治、モンゴルヒシ一チ,チンギスカン物語ハット、タンブッツ、クリスチャナエトール、2004、ザウエスタンイースタンルーツオブザサーミ、ザストーリーオブジェナティック、ウトライアーズトールドバイマイテコンドリエル、DNA&Y クローマソムズハット、タンブッツエトール2004。ありがとうございます。